どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。アニジャです。いいアングル、おついちです。モートショー、続きアニジャプレイ。はい、シェル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 。私のちゃんとね、回収していただいて。どこで死んだんだっていう。覚えてる限りはまっすぐ上登っていくでしょう。穴くぐってさらに穴くぐった先ぐらいのところじゃないです。そうだね。やめておく。いいですね。どこ？まっすぐ行って。もうでも右行ったり左行ったり戻ったりしてるからな。うん。そっちじゃない。こっちない。まっすぐ行って、この左下の定期的にゲージが発生してるのは何のゲージだこれ。誰？毒の横にね、あのターの、あ、ター、あれはね、多分相手が毒状態の時に発動する可能性が増える。あー、はい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 、多分。でもなんでターンのマークなのかが分からない。分からないね。あ、そうだね。うまい。出るから。うまい。うね。ぶっぱなし。素晴らしい。まっすぐ行って。こっち？まっすぐそっち。毒ってます。いいです。素晴らしい。こっち？一回そっち見よう。でもなんか右だったような気がするけどね。違うかな。くぐる場所ないんだったら多分右だ。うい、うい。そっちじゃないっすね。こっちじゃない。もうなんか登っていかなかったっけ俺たち。ここでも登ってたけど違ったっけ。忘れちまったな。もうダメだ。おぉ、ぬふ。でも結局これ戻っちゃうからね。じゃあ左か。結局まっすぐなのか。鳥間そっち行って、ここ右か。ああ、この罠の2個は見た。後ろ後ろ、まあ、毒当たった。これそっち。おいえだった気がする。カモン。ああ、左奥だ。
ゲイで、穴入ってその先もまた穴入ってそうね、見えてるね、奥に、うん、あー、じゃ特に何もいない。ただ、こっからどう戻るのかがわかりません。ステージ変わってないよね。変わってないと思うよ。さすがに変わってないと思うけど、うん、その多分右あたりに、うん、あったー、ね、あれか。ふいふいふい、すげえとこでやられてんな。張り付けにされてんじゃん。なんかのしかかってくるみたいな。ウォールグリムの外れ、これ戻った方がいいかも。そう、まっすぐでいいんじゃない。まっすぐでいいの。本当、この墓場のとこに来たでしょ。いけんじゃん。うぬぅ、高さが足りなかったね。足りなかったか。あ、この辺もいいんじゃねえかよ。いいですね。このね、強攻撃2回目をうまく使うと接近しながら攻められる。あの下から裏、あー来たな。ここ左だな。オッケー、一応あれ取っとくか。あ、左に行くとあの1個前の時のステージで、そこまっすぐ行けば帰れる。そこをまっすぐ奥に行くと。オーライ、ういういうい、このコンボだ。こいつを倒すにはこのコンボや。うんうんうん、カモンボーイ、うんうん、あー、どんどん行きましょう。上上上がってってか。うんうんうん、あの頭巾かぶった大男いないからこっちの方が楽だと思うじゃん。あの人苦手だわ。おお、まあ、この先にはグリフィンでしたっけ、いますから。この上、うん、奥には。あいつは何なんだろうね、もともとは。グリシャ、うん、何なんでしょう。両手が爪になってしまったクマみたいな。まあまあまあ、狼男的なやつなんじゃないの。避けられた。あ、でもガードが入った。この毒が弱くてさ、弱毒ですからね。うん、お願いします。パリー2回できます。パリーしていきますかね。デリャークリッシャ。いやー、剣のダメージがでかいっすね。入った。危ない。抜くときにも、そう、抜くときもダメージが。ナイス。ちょっとだけ。見失ったルール。痛い。おい。ナイス。マジでこれもろ食ったってたら死んでたな。ちょ、一生危ない。血液がもう少しで溜まる。なんだ、抜いた時のダメージも危ない。なキノコあるからね。さあ、でも溜まった。よし、うい、素晴らしい。あれ、オッケー。一別ゲッター。で、その左奥に宝箱はあるね。やつの前にある。ビビらせてんじゃねえぞ。だろう、
ったのか、あれやられたのか、こっつ、オンパリしたいんだろうね。まあ普通に倒しちゃったら早いっていう。イエーイ、あー倒しきれねえんだな。なかなか勇気戦いだった。宝をゲッチザ、勇気の一滅。こっちだっけ、そっち待つ。普通になんか待ち構えてんだよな。うい、もう一瞬カメラワークがどっか行っちゃうからね。もうわけわかんないことになってる。やられるかよ。1別29あるからね、右奥。うん、まっすぐ左。あ、お金が聞こえてきたね。こっちから片付けてやるぜ。これでも俺ら次どこ行けばいいんだ。あれだよ、一番最初に行ったとこだよ。あの奥行ってねえな。あの奥行ってないんから。あの奥だ、一番最初に行ったとこ。地下遺跡みたいなとこ。おー、あ、地下遺跡でいいのか。じゃあ俺ら今通ってきたわ。なるほど。うん、途中左行かないで右行ったところが。とりあえず線を私の地下遺跡。そうだっけ、建持ちとかが初めてだよ。ああ、いや、じゃ、だったら道が違うのはどこだっけな。うむ、ナイス。これ、ラストチャンス取れそうだね。そうだね、いいんじゃない。ふい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 、オッケー。まずティエリーをもうマックスにフル改造して、困った時のティエリーさんに変わっちゃえば。こんなとこ出てきてないってこいつら。このモードの時にこっち多分寄ってないと思うから。あー、スポ、ふいふい。おっち帰ってきた。渡しておくんなまし。うわー、せん、私はどうなるんだろうな。2個目、あ、取っちゃえ取っちゃえ。これで全部ゲットしたな。はい、もうこれ以上こいつで稼ぐ必要はなくなったのか。そうですね、使いたい時に呼び出していただいてね。さあ渡してみよう。改造しちゃう。改造していい、どうぞ。まあこいつにしかつけられないからね。モルテンスパイク、聖なる剣。十分な決意を得て強力な攻撃。おお、なんかボタン違うね。LTRT だってこっちは。下段の2個か。どっちも使えるんだ。っていうことですね。まあ多分消費量違うから下手するとこいつじゃ撃てないかもね。3つ必要とか。可能性はあるね。私だ。ラスボスだなこいつ。It's almost enough to revive the memories of the frantic past. The true nectar from this sacred land holds but a fraction of its potency. How many unprepared minds have been shattered by consuming this pulp? I'm rambling. Don't mind the idle chatter of an elder.
こっちの方があれかな、吸いすぎたやつなのかな。まあ記憶がうんぬん言ってるからね。で、吸うと思い出してるわけでしょ。装備アップグレード、色褪せた封印。お、お、年老いた囚人は彼が結び目の線から抽出した真のネクターを封印に注入した。術によって力を引き込むと反撃が時間を意のままにねじ曲げるようになる。え？お、まあもう一回パリの種類変えてやってみればって感じか。強化反撃、決意が必要だから、そもそもパリに1使い、しかもその攻撃に1決意使うってことか。やべえな、消費量半端ねえじゃん。じゃ最初の場所どこだっけ、なんか登っていくとこだよね、階段。多分確かそう、途中門番がいてさ、あとは元の世界に戻ったね。金の方かな、ね、あれがなくなると元の世界に行っちゃうんだね。我々そう、こっちに行く前に先にそっち行ったから、まずそのまま右奥行って、オッケー、まっすぐ行って、まだチャージされてないな。ノージャージです。パリーからのあれやってみてください。 Alright、どんなもんなのか。これじゃない、それ普通に回復だ。それです。あれでもなんか今これにしてたのにね、兄者。そうだっけ、なんか普通の回復になるか。すごい痛い。おほほ、ちょっと待って、ちょっと待って、本当に。あ、あ、やばい、おあ、やばい、やばい、焦らず、焦らず、多分もう一つやりやすいやつでいい。なくてもいけるかな、うん、こっちに戻っちゃった。おお、あれ、あ、遅くなってる。あれか、反撃兄弟、反撃兄弟、うん、これはかっこいいね、超かっこよかったよ。もうなんか燃えててほぼ終わってたけど、どれぐらいなんだろう時間。やられてしまったらもう一瞬で解ける感じだもんね、相手が。でもいいじゃん、俺たちだいぶこの剣を強化してるから。まあほぼほぼ罠。どこ、止まりました。見せてやってください。土地よ止まれ。いいね、とりあえずこの雑魚敵ぐらいをやる時間はあるね。いや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 、まあまあ、で体力がなくなった時点で多分溶けてたから。この奥すごい、あいつとかに使えたら強いんじゃないかって。まあ溜まってないから、もう久しぶりだよ。こいつ嫌いなんだよな。あぶねー、さい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 、あぶねー、救われた足元のカゴに。あ、もうすごい、あー、もう剣が強いんだな。やっぱ強化って大事だな。ハイパー強化されてる、プラス4にしたくなんな、これ。まあもう現地でね、この武器以外を使う理由がねえんだ。そうです、あとは次、辞典として見のかな。なんか、好きなように移動してるから俺もちょっともう分かんないですよ。ちょっと溜めたかな、こっちで。そっちかな、分かりまへん。お、こういうのいいんじゃん、普通に。っていうことは全然違うってこと。同じだわ、うん、あれ、こっちじゃないってこと。うん、多分分かんない。そうね、俺らはこれ来ると聞きてなかったから、こういうの。おお、あれ、でもさっきも出たのってことはラストチャンスが増えたのか。あー、ってことだね。どこで見るのそれ、分かんない。どこでラストチャンス見るのそれ。ちょっとあれだね、雑魚敵倒しまくっておけばいつでも復活できちゃう。そうなっちゃうね。まあボス戦には意味ないからね。まあね、うん、
まあもうどんどん進めてもらいましょう。うん、すごいすごいことになっています。使いました。スパイクの威力は上がってたんでしょうかね、今のは。あ、じゃなくてあれじゃ普通のを使ったのか。今多分普通のかな。うん、普通のだね。毒、危ない。セコちゃんいた。あ、でもスタミナが減った。どうやって立ってんの。 あの人たちはもう、うん、うん、重力に逆らえるから。素晴らしい、押し切った。押し切る。ここは俺も多分裏の時に来たとこだな。で、宝箱は開けたから、あ、あれあれか、布袋がいるね。おぉ、あぶんな。いたんな。いたこいつ。雑魚敵はほっといて探しましょう。いや、待ってはいそうだが。合ってる、そこ左だわ。ああ、そうだね、ここだったね。カモン。味方に当たってんだよな、あいつら。ああ、そうですね。うん、コンボでーす。あー、そうでした。すげえじゃん、超コンビネーションだよ。じゃあ見つけた。あ、でもなんか道を覚えてる、今の。今のおつさん道を覚えてるよね。反対側からも来れんだよな、これ多分。なんとなーく。多分俺最初の時反対側から来たような気がすんだよな。出て右じゃなくて左から行けんじゃね。そんな気もする。キャラ変えていいんじゃない。うん、君の好きなキャラで行ってもいいし。死なねえんだよな、そいつ。でも、まあまあまあ。なんだ死なないんだよ。まあでもほら。すぐ死ぬよ。大丈夫大丈夫大丈夫。見せたら分かった。あれ、カスタムすれば。カスタム、 あれ、もう持ってるもん全部使ってカスタムしてもいいよ。ああ、なるほど。イエス、ソロモンがお前を倒しに行くから。なんでやねん。こいつ何持ってんだっけ。ダメージを軽減する状態になる。次のエレドリウムを使用したとき次の攻撃で大ダメージを与える。エレドリウムを使用って、エレドリウムってなんかあんのっていう技が あるエレドリウム。名前じゃないのこれね。え、うん、孤立した。ワンオンワンだとダメージ与えるってことはボス戦でも完全に勝ちじゃん。確かに。へえ。ノックダウンに耐えることがある。ノック、あー、あれか、吹っ飛ばしに耐えるってだけか。すげえな。まあその次のエレドリウム使ったエレドリウムでダメージアップ強いんじゃない。そうね。これ時には敵を爆発させる。これかな。わけがわからない。とりあえずまあとわけわかんないけど取ってみるか。どうぞ。はい、じゃあ銃でしょ。少しは残しといてくれるんですか。銃だとどれだっけ。この辺か。使え使え。使っちゃいまーす。15でした。ターは、ターがね、3000ターぐらいでした。ネクターたくさんあるでしょ。
まあちっちゃいのからもう。はい。はい。で次がネクター14個もある。それ汚れたネクターどれぐらいだろう、ね。汚れてみてよ。真ん中下。下下右右、ね、右。14個あるやつ。ああこれか。お？あ？なんだ？何？え？ああ、いや汚れてるからじゃん。え？あーでも多分何回かやると耐えられるようになって、ネクターもらえるんじゃない？ちょっと待って、どういうこと？それ何回かやってみてよ。一回倒すって怖っ。あともう一回で覚えるんじゃないかな。マックス、マックスになったけど、これでもわざと何離れるためにやること？離れるためか、なんかで使うのかな。じゃあ、ね、これは別にターとしての使い道じゃねえ。マックスになったけど、ターを一滴抽出。一滴。この汚い濁液はシェルからあなたを引き裂くだから別に。確かに401になってる。いや。なんだよ。なんだよ。なんかで役に立つんだろうね。まあ無理やりこのボディーから。それじゃない。神聖のターを使えばいいんじゃないですかね。あれじゃない？その他のキャラで死んだ時にはそのボディになるじゃん。うん。あ、いやでもそうでもないか、微妙だな。タ袋2900じゃないよ。いくつだっけ。3000だったっけ。3000じゃなかったっけ。それをゲットする感じ。そっちかな。こっちね。はいはい。シップです。取りまーす。敵を爆発させて血の霧溶かすのやばいな。どういうことなんだ。どんな能力なんだ。行きましょう。はい。左っすかね。武器それでいいんすか。あ、武器これでいいっすよ。強えからな。もうすでにバレてんだよ。そう、どっちも発動させた。全然大丈夫。白切り発動させたれや。どうどうやって発動させんだこれ。いやいや、普通に倒した時に発動する可能性が。あ、なるほど。じゃあどんどん倒せるのか。確率低いかね。入った。大丈夫、余裕だ。ハリオ。うっそ。ちょっと早すぎたね。簡単だからそいつ。体力が多すぎて。爆発しませんな。しませんな。あれ？まあでもダメージは確かに上がってる気がする。あれ、ワンオンワンダメージ、ワンオンワンダメージまだ取ってないからね。あれ取った方が良かったんじゃないかっていう。すぐ溜まりますよ、使ってたら。うまい。いかにあのキャラが HP が細いかがよくわかる。わかるね。これでも取ってんだな。あ、取ってないか。ん？宝箱じゃないよそれ。まだあれ裏世界じゃないと取れない。うん、そこまっすぐ右で行ったけど、行ったけどそっちじゃないんだよね。後ろから行った方が早い。後ろ左の方に回ってった方が近いんだな、これ多分。こっちか。やっぱり攻撃…これ入り口だから出て左だから。うん、それはまっすぐ、あの出る方向をさっき間違えてたから。方向が違う。意外とこういい音奏でてんだよな。才能あんだよ。今その才能が一つ途絶えたけどね。大丈夫、才能は何度でも蘇る。うん、吸うたびに何度でも蘇る。なんかよく見るとこいつジャンプキングみたいな格好してんの。そうね。じゃあちょうどいいじゃん。うん、
そっち抜けられるところがあるかって話だよね。左の方に行けばみたいな。いやーこっちないか。いやーないなー。上から行けんじゃね。上？左側上。あったっけなー。そこ？あるね、奥？結構これあれだよね、入り口も、うん、ないな。ねえで、ボス同じルートで行きましょう。はい、で、反対側に、そっちから左に向くんじゃない。そんな気もする。うん、そこ行って左、罠のところを。で、左か。ここか。で、穴だね。投げとこ通って、でもなんか時間止めて攻撃できるんだったら、ソロモンだと血縁ゲージめっちゃたくさんあるから。いや、まあ止め放題。うん、確かにね。パリできれば止めた後殴ったので血縁が溜まるって考えるとすごいいいと思うんだよね。よいしょ。意外とでも武器強化のやつ出ないね。あれはもう割とレアだね。レア。ああ。ランダムドロップするわけでもないし、罠に気をつけてる。ここで合ってる。合ってる。奥行って右だ。罠で待ってるね。来いよ。いや、とっとと行ってくださいよ。素晴らしい。体力お化けなんだから。あ。スタミナね。石化も忘れずに。すげえ立ち上がりだな。ゴーゴー。ナイス。よいしょ。人別も落ちてる。わお。バナーがさりげなくあるんだな、そこ。あー、で、ここに来んのか。なるほど。ルート的にはこっちの方が近いよね。うん、強い。明らかに、だって二振りで殺せる。うん、倒せなかったもんね、あっちでは。火力が出てる。そうか、ティエリはスタミナが少ないとダメージが上がるんだけど、ダッシュでスタミナが減らなくなるとスタミナ調整が難しくなるんだ。そうね。すんげーいる。あ、いた。さすがにいた。たまりました。はい。2回で殺せんの強いな。うん、素晴らしい。ナイス。すっとかないと。はあ、すっとかないと。今これでやっと多分テュエルと同じぐらいの体力なんじゃない。うっそ。そんな。あ、でこっちだっけ。そうです、その奥です。その奥にアンジャの体があるんで、多分取ると取ると戻っちゃうと思う。回復はするけど。うまい。コーンとか。よいしょ。バカ人が。来ました。恐ろしい罠だ。あ、いるわ。取っちゃうとあれか。まあもうターンもないもんね。拾う。
死ぬ時は裸で死んでください。はい。ズドン。こいつは持ってないんだ。一別がすごい手に入る。羨ましいぜ。入った。痛くなさそうだ、ね。やべえ、懐かしいとこに帰ってきたな。懐かしいとこに帰ってきたわ。そもそもここ行ったからね、最初にね。パリーすら持っていない状態でここに来てしまう。そして最初は先生に転がされまくって。ほーれほーれっつって。懐かしいな。俺はだいぶ最強になって戻ってきた感あるけど。いいよターズって、セーブポイントずれるとめんどくさいみたいな。サクと取れるもんないのかね。8、結構なんか左下は取れそうな感じだったけど。ノックダウンに耐える、いいじゃんそれ、うん、減少して殴りまくれば。それ倒せばずーっと 5% 軽減でしょ。だからもう次々と次の敵に行くっていう。次々と倒せばこれバフ重なってくんじゃん。そしたらいいけどね。懐かしい。懐かしいな。懐かしいな。やったな。あ、強い。あ、ついてる。バフついてる。まあ、あ、ついてる。まあ重複はしないね、多分。ちょいかな。懐かしい。懐かしい。ちょっと忘れてるわ。もう忘れてるわ。もはやだってパリがあれば関係ねえだろこんな。まあなかったからね。うん。攻撃してくる。ほら来いよって。超いいタイミングで攻撃したな。相手。そうでもない。ああずれた。ちょっと遅いんだね。いや余裕だ。2体ぐらいいなかった。あれいるいる。嘘だろこいつだって、あの時とは違うってだいぶ減ってんですけどね、この時点で半分に減っちゃってる。ええ、もう回復もガンガン使ってください。9、どれぐらい回復するんだ。やっぱりほんのちょびっとでしょ。なっちまいますか。この世界はどうなんでしょうね。このキノコを煎じてなんか違う薬品にするとかないのか。あんのかな。こいつなんかあれなんだね、呪文で生まれてきてるみたいな、ね。さあここでパリンができるのか。これはできない。危ね。これもできない。なさすぎかしないんだ。ナイス。そう、スタミナを全く見てないね、もう。逆に言うとこのキャラクターはちゃんと石化してスタミナを回復して攻撃しないと足りないんだね。全然スタミナは足りなくなっちゃう。パリーしていきたい。意外と攻撃してもらう。おっせぇ。きた。よし、すばせぇや。なんかアイテム落ちてたよね。うそ。ゆでガエルが落ちてた。まあ、この人たちの食事そんな感じになるんだね。っていうことはあれか、誰を待ってんだって話。パンはわりかし、パンはもう高級だよ。つえ、そうそう、あの必殺技、両トリガー必殺技みたいです。あ、出てんぞ。あ、出たのか。出た。燃えてる。燃えてるけど。お、燃えて倒せて、おついさんもダウン。両者、ノックダウン。ノックダウン。すごいな、あの体力のやつ、普通に。爆発した今。爆発したね、今。すげえことになってたよ。次にティオリーを使うときあって、こう、そういうこと。じゃあ、わざとシェル引っぺがして、中に入って攻撃するってこと。そっちか。そっちか。そうね、あの、パイルバンカー関係ないね。入った時に出るって感じだね。戻った時に出るから、ボス戦で一回ダウンした後だと蹴りです。なんで蹴った今、もったいな。はい、右側行けないので左側。左。お、ついにこの先が見れるのか。この先は割と行ってたよ、アリジャが。俺も行ったよ、俺も行ったよ。みんなで行ったんだよこれ。釜のなんかね。あいつはやっぱ呪文みたいなの出てくるんだな。
俺らビビりすぎてこれやって出てきてるとこ確認できてねえからな。ナイス。よう俺ら行ったなこいつ相手に。すごい、初めてこんな正面で戦ってるな。あいだあいだ。この連続攻撃受けて全く微動だにしてないもん。しかも俺ら武器これじゃなかったからね。リーチあったからあれ。飛び道具が待っているので、あ、でもここはまだ違うか。これ合わせ、あれ嘘や。嘘や。パリもできねえのかっていう感じで近づいてくるな。この3つ分パリすぎたよ。これ合わせやすい。はい、好きな3ゲージある。3ゲージも回復できる。あと2体いるんだね。そいつは食べちゃう。防御力アップがついております。これ何 なのって感じだよね、この真ん中の部分。やばいやつだろうね。やってまいりました。急になんかドゥームの敵みたいな。そうそうそう、急にダメ。ドゥ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 。早いんだよな、あいつの肩やべえだろマジで。アニメよ。そこまで一気にいかないとダメなんだよな、確かな。そのために生まれてきた。生まれてきてる。まあそうだよな、もう2個ぐらい繋いでんのかな。えいって、スタミナが、スタミナがない。すごい熱くて、熱い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 。回復してください。はい、てか向こう側にもいいんじゃん。いますよ、ここはたくさん。無情に行ける。あっ、早く。こっち行ってないな。やだやだ。あ、なんかショートカットできそう。あ、ショートカットありそうだ。あ、いや、ダメ、鍋がいる。鍋？すっ、なんかやんないとダメっすね。ダメっすか。どう、お、結構数出てくんだな、ここ。やばいな、あれ何開かねえのかよ。なんかスイッチ押さないと開かないんだろうね。あれは開けば右からのショートカットか。あ、どこに繋がるんだろう。オッケー。まあ今回じゃあ戻ってきてキャラ変えて我々の一番最初苦戦したステージを次回またやっていくという感じですかね。お楽しみに。ほんじゃまたな。またな。またね。